メトラはアメリカ合衆国のイリノイ州、シカゴ及びその近郊に路線を持つ通勤鉄道。北東イリノイ地域鉄道公社が運営している。イリノイ州の公共交通を管轄する機関ルタの中の通勤鉄道部門を担う会社で、同州の6つの郡内に11の路線と240個の駅を有している。モータリゼーションの進んだアメリカの中でも 有数の利用客のある通勤鉄道である。特に平日の旅客数では1日あたり平均30万人以上を輸送している。休日の平均は平均10万人弱と少ないが、それでも年間の輸送量は8、0 0万人を記録した。1960年代中盤から後半にかけて、シカゴの通勤鉄道事業は衰退を始めた。 1970年代中頃には、鉄道事業者は経営の継続に最低限必要な収入を過労時で得られているのみであり、また1920年代以来使用されていた旧式車両を更新する必要が生じていたことも、相まって事業の先行きは暗いものであった。そのため、鹿児島市は1974年にルタを設置し、公共輸送を担当させることとした。 当初は中古車両のみであったが、1976年より新型の機関車が導入され始めた。1984年にルタの鉄道事業はメトラに再編され、すべての通勤鉄道事業が引き継がれた。ルタは現在、シカゴの公共交通機関であるメトラシーティ及びペースバスの財務支援及び運営監視を行っている。シカゴユニオン駅。 オギルビートランスポーテーションセンター全十一路線があり、シカゴのダウンタウンにある四つのターミナ BNSF 線は BNSF 鉄道へ委託、オギルビーを発着する三路線はユニオンパシフィック鉄道へ委託されている。ユニオン駅メトラの六路線のターミナル駅であるほか、アムトラックのシカゴ路線のターミナルでもある。シカゴ最大の鉄道駅。 オギルビートランスポーテーションセンターユニオン駅から北へ2ブロック、西1ブロックのシティグループセンタービル内2階に所在。OTG とも略される。旧称ノースウェスタン駅。ミレニアム駅電化された1路線が発着。サウスショアー線のターミナルでもある。旧称ランドルフストリート駅。ラサールストリート駅1路線が発着する。MDN 線ユニオン駅から北方面。 フォックスレーク業。m d w 線ユニオン駅から、西方面、エルジン K ユビックティンバーロード業。n c s 線ユニオン駅から、北方面、アンティオーク業。途中のフランクリンパークまで、ミルウォーキー再線と、道路線を走る。平日のみ。b n s f 線ユニオン駅から、西方面、オーローラ業。メトラで、最も利用客数の多い路線。 ブルックフィールド動物園もよりのハリウッド駅を通る。h c 線ユニオン駅から南西方面、ジョリエット行。平日のみ、s w s 線ユニオン駅から南西方面、マンハッタン行。平日、土曜のみ、アップへの線をギルビーから北方面、ウィスコンシン州、ケノーシャ駅行。エヴァンストに駅を通るほか、ラビニア音楽祭の会場と接続する。 ダビニアパーク駅がある。アップ NW 線オギルビーから北西方面、ハーバード駅業とマクヘンリー駅業。アップ W 線オギルビーから西方面、エルバーン駅業。ME 線ミレニアム駅から南方面へのユニバーシティパーク業のほか、ブルーアイランド業93番通り港の全3路線に分岐する。メトラで最も便数の多い路線。 R.I. 線、ラサールストリート駅から南西方面、ジョリエット行。遺産回路線と終点は同じだが、より南側のルートを走る。多くの駅が地上駅で定床ホームである。上下の渡り階段は設置されていない。プッシュプル運転中のメトラ列車メトラ電車線で使われるハイライナー電車メトラの乗降口。 ディーゼル機関車と客車の組み合わせが多いが、一部の路線は電化されており、電車が走る。現行のものは、客車、電車ともに2階建て車両のもので、低床ホームに発着することなどから非常に大きく感じる。電車、客車ともに、日本車両製造製の新車が多く導入され、旧型を置き換えているが、メトライカン以前からのシカゴロースウェスタン、 鉄道由来の客車も塗装変更の上で継続して使用されている。メトラ電車線のハイライナー電車については2016年2月12日までに2005年以降に製造された新型車への全面置き換えが完了した。特に客車は低床ホームの区間で運用されることが多く、出入り口には段差が生じているが車両側に昇降機が付けられているために見た目以上に 楽に乗り降りができる。電車、客車ともにギャラリーカーと呼ばれる中央部が吹き抜けとなっている構造で1階部分を巡回する車掌が2階席に着席している乗客の乗車券も検察できるようになっている。電車は両端に運転席を持つ一般的な構造であるが客車についても運転席を備えた車両が存在しプッシュプル運転により ひまわしを省略することで迅速な折り返し運転を可能としている。これは米国の他都市の通勤鉄道でも広く見られるものだが、そもそもはメトラの前身であるシカゴノースウェスタン鉄道から広まったものである。客車はメトラ転換前より転換クロスシートを装備しており、ハイライナー電車についても日本車両製造製の新型で転換クロスシートが採用されたが、 旅客の思考の変化により、2016年より着席時の快適性を高めた固定座席への更新が、ハイライナー電車を除くすべての客車を対象に始まった。全照灯、マーズライト、ティッチライトを点灯、点滅させながら、ネイパーアビル駅に侵入してくる列車通常の全、商灯上部に一つの全照灯があり、回転灯になっている下部に二つの全照灯があり、 交互に点滅する。このような動作をすることで昼間時でも目立たせるようにし、自己防止に一役買っている。アップエノセンハイランドパーク駅 MDW 線、ゲイルウッド駅ゾーン別料金を採用。ダウンタウンから近い順に A から M までのゾーンが設定されており、上空区間の距離に応じて料金が変動する。なお、往復券はないが、以下のような割安なパスが販売されている。 切符は、駅窓口や自動券売機で購入できる。なお、車内で車掌から購入することもできるが、窓口か券売機のある駅から乗車して、車内で購入する場合は2ドルの手数料が追加される。切符の購入は現在は、基本的に現金のみだが、クレジットカードの使用が2009年秋にオンライン販売で、また2010年2月に各駅でそれぞれ可能になる予定である。 駅に改札は設置されていないので乗車後に座席のクリップに切符を挟んで車掌の検察を受ける。ありがとうございます。